さあ今回のゲストなんですけれども、KT ちゃんです。ヤッホー、KT でーす。よろしくお願いします。ヤッホー。めっちゃヤッホー。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。横浜市戸塚出身のラッパー、KT ちゃん。昨年行われた高校生ラップ選手権への出場をきっかけに話題沸騰。KT 劇場と呼ばれる唯一無二のラップスタイルで注目を集める。最近加速度的に、急速にね、関係が深まりつつある、期待の新星。年齢的には、はい、多分このコーナーの中でも、うんうん、だいぶ最年少、今18歳、はい、大学1年生になったんですけど、対戦相手がバトルで言ってる言葉とか、はい、やっぱそれ、はい、もう普通に入ってくる感じ。あ、めっちゃ聞いてます。あーあのビート流れてて結構楽しくなって踊っちゃうんですけど、こうなっちゃうんですけど、ヒップホップは可愛いだけでは上がれねえことをお前知らねえだろ。聞きながらもよく、うん、頭には入ってないみたいな。なんか言われてるけど、うん、楽しいからいっかみたいな、なんかそういうところはあります。スタイルとしてはそうです。自分を貫くアンサーっていうか、うんうんうん、なんかその辛辣なことを言われたとて楽しいが勝っちゃってるというか、あ、こんなことを相手の方は言ってかまして、お客さんを沸かしてすごいなみたいな。すごいねそれ。いやいや、相手のことはそう思ってるね、はい、いやすごい人だな、うん、で私の番だみたいな感じ。あ、そうですそうです。それもすげえんだけどね、本当に。いやいや、どっかでサイファーやってるとかって、はい、行こうとは思ったりとかしなかった？一回も行ったことないですね。ああ一回も行ったことない、うん、コーラが初めてのバトルだったんですよ、自分の人生の、はい、でそのだから即興ラップ自体を、うん、そのコーラの予選の2週間前から始めたんですよ。そこからもうバトルに呼んでいただけるようになったんで、サイファーのところがブランクがあるんですよ、ね。まあ、今言ったらだって逆に大騒ぎになっちゃって、なんかあれだから。え、ウエちゃんはもうなんかそのサイファーとか行かないんですか？その今、はい、もう今はもうね、それね。え、だって行ったらキャーウエちゃんみたいな。いや、そんなにそんな嬉しい言われ方しませんよ。ないですか？え、何しに来てんのみたいな感じで、ヒューヒューとか言われてるから。ちょっと煽られてる。煽られちゃう。楽曲も作ってるっていう、ね、そうなんですよ。話が入ってきてますけど、はい、バネバネフューチャリングドタマ、ドタマ、ドタちゃん来ましたか、はい、タマちゃんとドタちゃんって呼んでるんです。ドタちゃんって呼んでるんです。私タマちゃんです。タマちゃん。高い山に自分が足にすっごいこういうバネがついた靴とか履いて、ピョーンっていう風になんか乗り越えていくみたいな、なんかそういうのが最初にイメージでバンって自分の頭の中によぎって、あ、バネみたいにこんなん乗り越える、もうあわよくば楽しんじゃえみたいな、なんかそういうなんか気持ちになったっていうので、バネバネビヨーンって言ってるんですよね。パニャパニャとか、そういうちょっと変わった表現とかもあったりするんですけど、なんか実際それが私のリアルっていうか、これが This is Hip Hop みたいな。間違いないよ。いや、そう、いや、はい、すげえ、まあ世代が全然違うけど、うんうん、
自分たちがリアルであるためには、はい、例えばねその地元のこととかを歌って、うんうん、俺だったらそのドリーム入っててまた戸塚からまたもっと奥のさ、うんうんうん、場所でああいう狭い団地からみたいなやって、はい、時には理不尽なこともあるしみたいな、うんうんうん、それで東京来てみたいな、はい、そこでねバネバネピーポーンとかそういう言葉を入れるっていう感覚は、うんうんはい、あのもうほぼなかったっていうか、生き様とかっこいい、まあ、なんかそういう感じにしないとみたいな、うんうん、なんていうか文句やつもいるだろうなって考える自分もいたりとかしたから、はいうんうんうん、これからはもう本当にやっぱもうそのやり方で生きてきます。俺はエスコートは終わる、立ち向かう君に拍手が鳴る、こんなモデプション次のステージでまた笑おう。なんかたまちゃんがあの、うん、2バース目のところで、はいはい、あの入ってくるんですけど、うん、背中を押してくれてるリリックを書いてくれてて、で私はその初めてそのたまちゃんのリリック見た時にめっちゃあったかいコメントって思ってケディちゃんに対して本当になんかそのさ励ましみたいな感じになってて、はいうん、俺としてはなんかまあたまちゃん、うん、たまちゃんたまちゃんと長い付き合いだけど、うんうん、あなんか珍しいなみたいな思っちゃってなんかあ確かにいつものイメージと、うん、またたまちゃんも結構変わってますよね。そう、うん、鋭いことばっか言ったりさ、うんうんうん、俺らバトルで怒ったことあるからあいつに。あそうなんですか。そうそうもう怒るってその喧嘩とかじゃなくて、うんうんうん、その言い方は良くないっていうかお前その言葉遣いはちゃんとしろみたいな、うんうんうん、普通に先輩として怒るみたいな、うんうん、バトル中に結構辛辣ですもんね。そうそうそう聞いててなんか俺もなんか泣きそうになるっていうか、うんうんうん、あいつこんな風に言えるようになったんだみたいな当たり前なんだけど、たまちゃんからのアドバイスで